宇都宮テルノブは日本の鉄道写真家。日本食堂 J ダイナー東海で調理業務に携わる。退職後、九州鉄道記念館館長代理に就任した。福岡県福岡市博多生まれ。1965年の高校進学時には当時、熊本にあった全寮制の鉄道学校を受験したが、合格後に工業高校に改装されてしまったため。 自宅近くの工業高校に進学。在学中は蒸気機関車の撮影に明け暮れたため、学業がおろそかになってしまい、卒業後に何度か日本国有鉄道の採用試験を受けたがすべて失敗に終わったという。1968年に高校を卒業後、少しでも蒸気機関車のそばにいたいという理由で九州整備に入社するが、 たまたま通過した、新大特急、はやぶさの食堂車が目に止まったのをきっかけとして、1969年5月に、日本食堂に入社し、新博多営業所に、配属となる。入社後しばらくは営業所内の調理室に勤務し、その後すぐに休校、限界に連結されていた食堂車への乗務を開始した。入社後3年ほどで食堂車の調理係となるが、 1975年3月10日に、新博多営業所の受け持ち列車がすべて新幹線の食堂車となったことを機に、地上勤務となる。2年ほどは営業所内の調理室に勤務し、その後博多駅構内の食堂に移動となる。1987年4月から、新大特急、浅数1.4号の食堂車を新博多営業所が受け持つことになったのを機に、新大特急、 朝風の食堂車への転属を希望し受諾され、新幹線の食堂車に乗務した後に、朝風食堂車担当の調理係となる。1993年に在来線の食堂車は一部を除いて、全廃となるが、1998年まで食堂車への乗務が続く。宇都宮が撮影した鉄道写真などが、鉄道雑誌に掲載されることも多く、 国鉄九州総局や九州旅客鉄道から写真の提供依頼も受けていた。九州鉄道記念館の資料提供に協力したのが縁となり、2003年からは九州鉄道記念館に勤務を開始、その後副館長となる。幼少の頃から鉄道が好きで、将来の夢は蒸気機関車の機関士になることであった。日本食堂に入社当時は、まだ食堂車は、 石炭レンジを使用しており、朝は午前3時頃から準備にかからないといけなかったが、列車に乗れる喜びで少しも苦にならなかったという。食堂車の石炭がなくなると、牽引している蒸気機関車に石炭をもらいに行くことになるが、他の人は嫌がる仕事であったが、宇都宮は蒸気機関車を見られる、そして乗れるという理由で喜んでいたという。また、到着地で入れ替えを行う。 蒸気機関車の運転台に乗せてもらえるのが楽しみだったという。1973年10月14日に、やはり食堂車勤務だった女性と結婚。結婚式は、吉松機関区の C55 系52号機の前で行った。C55 系52号機は、廃車後吉松町で保存され、毎年鉄道記念日には、家族全員で訪れるという。百七十五年に、 地上勤務になったのは、蒸気機関車を追い出したのは、電車という意識が強く、新幹線に乗務するのは、蒸気機関車に対する裏切りであると考えたからであるという。同年12月14日には、北海道で旅客列車を牽引する蒸気機関車が、最終運用を迎えたが、この時に北海道へ蒸気機関車を撮影に行きたいが、 忙しい時に休みは取れないから退社したいと申し出た。結果的に2日の休暇が取得でき、宇都宮は旅客列車を牽引する蒸気機関車では、最後となる C57 型135号機の撮影をすることができた。朝風に乗務している時期には、乗務した食堂車と牽引する機関車の車両番号を逐一記録していた。 車内販売の販売員も機関車の番号を確認して、宇都宮に報告したほか、途中駅で交代した直後の車掌も、わざわざ食堂車に来て、宇都宮さんいますか今日は85番ですよと報告していた。また、ダイヤが乱れた際に、ホームの状況を見ているとき、鉄道ファンから声をかけられたこともあった。ありがとうございます。